ぐらい山持ってきたの。今日はね、昼からその川の石づけやら作ろうと思って、ちょっと少なく持ってあの輪島の人、昼からいるっちゃ配達でも家で待っとれば干してれば買いに来てくれるさ、ね、もうどうしても品も売り切れれば2時頃取りに来るわーちゃ、私を干して待っとるさ、うん、もうね、観光客の人も今ナビでうちまで来る。愛知県のものですけど、うちまで来てもいいですか。どうぞ食べていって、うん、食べていって。これ入れないからあれなんですけど、ちょっとお醤油とかってね、イカの一夜干しなんかに塗ってさっと焼いてもいいし、そういう使い方もいいし、あ、できるんだ、キムチに入れてもいいし、焼肉のタレなんか最高ですよ。味はこっちの方が濃い。あ、どちらももう基本しょっぱい。やっぱりイカはイカの風味があります。後に後味にイカの風味がする。お家帰って冷蔵してれば1年でも、極端に言えば2年でもいいです。今これ持ち帰る 2,3 日は全然もう OK です、ね、1週間の10日でも、あと最低でも樽に、上の樽に、うちはこれ2年で、これ3年から4年ぐらい経ってる。順繰り、大きい樽があるので、順繰り出せるよ。で、樽はね、樽はすごい、100本も出ないと思う。初めて見た。今度来たら多分ない、っていうかもう今度多分作れない。もうすごいいい形だって、ちょっとまあ漁協さんの協力があったので、じゃあ自分樽をでそう、ありがとう。この高級なやついただきます。ちょこちょこっとね、うん、あのネットで ECL って検索すると多分いろんなレシピ出てきます。あ、そうなんですね。で、冬場はお鍋でもあの味噌醤油に大さじ1杯落としてもいいし、ドレッシングも美味しい。すいません。はい、マギワッパ弁当。テレビでよくやってんじゃないですか。そう、テレビで見たことある。使ってるやつ、ご飯が美味しいですよ、水分取るから。ああ、なしですね。特に取るからね、冬も冷たくならないです。うん、手入れはでもこれ大変ですよね。普通に洗ってくださればいいです。ショケラスとレジレンジだね、中電線で入れてスポンジで洗ってくださって、袋めのくざるに捨ててください。美味しそう。バイバイもありますよ。あとね、この赤魚美味しいわ。これ焼いて食べると、美味しそう。あの、小骨ないしね、あの、脂があって白身魚に、ほやね、ほやね、立ち割ってくれる子もやけど、これ団子を3つもらおうか。団子3つ買ってくれるけ、価値はあるかね。待ってね。いや、急がんけど、もしも、例えば床も動こうかな。命には関係ないない。
これって入って大丈夫ですか？あ、どうぞどうぞ。すいません、失礼します。